ああ失敗した。勝負としては面白くなったんですよ。1対1になりましたからね。勝負としては面白くなったんですよ。1対1になりましたからね。さあこの2人、さあ最終対決へ参りたいと思います。タイムアタック3番勝負大将戦で。じゃあまずじゃんけんからいきましょうか。すいません失礼します。じゃんけん、じゃんけん行くぞ。もうここはタイヤが温まってるんで、もうどっちも関係ないです。お願いします。いいですよいいですよ。最初はグーじゃんけんぽい。よしよし先行で。ああじゃあじゃあお願いします。はい、ああ見てろよ。温めときました。うるせえわ。温めときました。スタートです。お願いします。大将大将、我らが大将。我らが大将だ。実写のチームですから新年最初に負けられないですよね。そうですね、いやなんか走ってる感じは、うわ今のもうちょいいけたわもうちょいいけたわって感じですごいポテンシャル高かったんですけどいやーシフトミス、そうですね。いや入ってると思ったんですよ。で多分入れが甘くてでトルクかけたら多分スコって抜けちゃったみたいで、そうですね。結構ショック受けちゃった。今のはショックだな。もうまああと相手のミスを待ちます。さあじゃあゲーマートミー、本当ゆっくり走った方がいい。ゆっくりゆっくり、まあ大事に行きます。そしたら本当お願いゆっくり走って。大将対決、高校はですね、eスポーツチームの富林選手ですね。どうも。うわなんだあの余裕向かってて。ニコニコしてる。パレードランドパレードラン。失敗しろ。それまずしかないですよ。ああ、失敗した。おお、ちょっと飛び出しましたよ。失敗した。早いわ。うん。うん。失敗した。うるせえわ。失敗した。あんだらしちゃった。あそこで。結構ギリだったね。はい。さあそれではね。いいですかね。いかがだったでしょうか。今ね。さあまずどうぞ。お帰りのみ。はいそうそうそう。どうだ。プロレスまずどうでした？いや車はめちゃめちゃ乗りやすかったんですけど、やっぱミスってるからこそ久保選手が僕も攻め切ろうと思ったんですけど、まあ見事にアンダーをあそこで出して結構ギリだった。大失敗しました。もうでもそんな土屋さんどうでした？大きいミスではない。その大きく凛太君みたいにタイムロスがドーンって落ちるようなタイムロスではない。なるほど。さあそれでは結果。はい。では大将対決の結果を発表します。大将両者のタイムはこちらです。どうぞ。じゃあどう3秒8。ああよかった。とりあえずよかった。はい。大将対決は2足入ったらここほぼ空想だけどこんなもんしか変わらない。ねまあまあまあ。実際俺の方がこっちは早かったかもしれない。一緒ぐらいですよ。同じぐらいですよ。同じぐらい。本当にプロだからちょっと凛太郎とハートが。ごめん俺 e スポーツのリザルト1個もないのよ。ごめん。e スポーツチームの勝利ということですね。はい。ということは実写プロ VS e モータースポーツプロのタイムアタック3番勝負の勝者は e スポーツプロチームです。おめでとうございます。僕負けたけどおめでとうございます。今の時代ってこういうことなの。これが現実なの今の時代ね。昔はゲーマーって引きこもりでしょってバカにされてたのが、こういうやつらが黙々と練習して世界チャンピオンになって胸を張って世の中を歩けるようになってんの今。あ、どっちが稼げるんですか？ゲーマー。はい。あ、そう。ゲーマー。そうなんだ。僕一つだけこの大将戦について言いたいのは、もう彼スーパー GT 乗ってるので、そうだね。ちょっとこの GT ドライバーってところは一つ加味していただきたいなと思います。負けたやつが言った言葉です。まあリータ君はね。やっぱり凛太君らしい走りでしたよ。まああそこでね三つ対しなきゃいけない。富田林はさ、やっぱこう GT の現役ドライバーだなっていう走りをしたしね。いやそこが違いだな。そうですね。まあでもこの前あったワンメイクレース僕の方が前でゴールしてる。最後抜かれた。多分今のとこカットされる。ちょっと長かったかな。はい。テリーさん、土屋さん、今日のプロ対プロのこの対決いかがでしたか？ものすごく面白かった。ね、面白いよね。ものすごく面白かったし、まあ僕だけじゃなくて、これ多分ね、お正月からテレビ見てる皆さんが、あ、こういうことかと。ね、もうリアルの方とね、まあ e スポーツの方がこんな風に競ってるのは面白いなと思ってね。だから本当になんかこれからまたね。続けてこの企画やっていきたいと思いますよね。面白いよね。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。終了。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。中古車買い取り本舗、車買い取り専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買い取り本舗で検索。車のことならアヘッ。カスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。